ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、他人と同じことをしたら負けというですね、話をしていきたいと思います。これからの時代ですね、ビジネスをやっていく上で非常にまあ重要になってくる考え方なんですけど、他人と同じことをやってたら負けなんですよ。一般的にこううまくいっている人を真似したらうまくいくっていうふうに言われるわけですけど、そういうことをやってると逆にうまくいかなくなっていくってことですね。もちろん多少ね、モデリングしてそういううまくいく要素を取り入れるのは大事なんですけど、丸パクリをしたりとかね、もうほぼその人の、まあ、2番煎じになってしまうとかね、劣化版になってしまう、コピーになってしまうっていうのは、まあ、非常に厳しいよという話ですね。やっぱりその競争相手が増えれば増えるほどですね、その他人との違い、他者との違いっていうのを出していかないと、お客さんはですね、違いがわからないですよね、基本的に。誰がどうよくて、誰を選べばいいのかっていうのがわからないわけですよ。我々プロの立場からすると、この人とこの人はこういうふうに違うっていうのはなんとなく分かったりするんですけど、そういう知識がないね、普通の一般の人からするとわからないんですよね。どっちがどう違うのみたいなふうになるわけですよ。例えばですね、最近のアイドルとかってすごく見た目もいいと思うんですね。ルックスもすごくいい、男性女性両方ですよ。ルックスもめちゃくちゃいいんですけど、違いが分からなくないですか。なんかみんな同じような顔してて、同じような髪型してて、で名前も覚えられないしみたいなね。だからそのマニアの人とか、その人のファンの人は誰がどう違うとかね、この人は何々さんとかね、何々くんとかって分かると思うんですけど、興味がない人からすると誰が誰なのか分かんないし、みんな同じような顔してるから分かんないってなるわけじゃないですか。そういう状態になるわけですよ。でここで一つポイントなのが、彼らとかね、彼女たちはスペックはものすごく高いんですよ。見た目はみんなかっこいいし、ね、美人だしっていう、だからスペックは高いけども違いがないんですよね。差がないから、そこにその区別ができないわけですよ。わかります？これ縦の物差しと横の物差しっていう話をね、以前したことがあると思うんですが、それにも関わってくるんですよ。だから単純にね、そのビジネスで言うならば上か下かってことですね。そこだけでやってしまうと、これと同じような状態が起こるわけですよ。他にも上手い人とか、ビジネスがねすごい人、スキルが高い人っていっぱいいるわけだから、縦の物差しだけで勝負すると、いわゆるそのイケメン集団の中にね、自分っていうイケメンが入ってるみたいな状態になるわけですよ。違いがあんまり出ない、お客さんからするとわからないわけです。だからそこにやっぱりすごく突出した個性とかね、そういうものがあれば、その人は覚えてもらえたりするわけじゃないですか。でもみんな同じようなことをしてて、同じような見た目でっていうふうになると、もう誰が誰だか分かんないんですね。でネット業界もこうなりつつあって、なりつつあってとかもなってるんですけど、例えばですね、ツイッターとかによくいるじゃないですか。なんかこう会社でなんとかなんとかがあって、だったら起業3ヶ月で月収100万達成みたいな、なんかプロフィールの人ってよういますよね。でもそういう人って違いが全然わからなくないですか。全然なんかいっぱいそういう人いるしみたいなね。で誰が誰だかわかんない、もう名前すらももう覚えられないみたいなね、風になって、しまうわけですね。それって結局選んでもらえないわけですよ、そういう風にね。で僕もですね、こう自分のところに来てくれたお客さんとかね、講座生の人にちょいちょいこうヒアリングをするわけですけど、なんで僕を選んだんですかっていう風に言うと、みんな大体口を揃えているのが、他の人と全然違ったからっていう風に話をしてくれるんですね。他の YouTube の動画とかを見ていると、みんな同じような格好して、同じような編集で、同じようなことばっかり言ってるけど、アポロさんは全然違ったって言ってるんですね。でやっぱその違うっていうこと、もちろんこの僕がそれが嫌だって人もいますよ。僕みたいなのは嫌だっていう人もいるから、違うことが全ての人にとっていいわけではないです、ですけど、少なくともそれで引きつけられる人もいるってことですよ。まあ、この音声を聞いてるあなたもね、おそらくそういう本質の分かる人だったりとか、
だと思うんですけど、こういうね音声を聞くわけだから、普通の人だったらやっぱりねかっちりしてて、見た目もねしっかり決めて編集もしっかりしてみたいな、ね、そういう YouTube 動画ばっかり見ますよね。あとはその人が知名度があるのかどうかっていうところだけで物事を判断して、チャンネル登録者数何人いるのかとか、そういうところでこの人はすごい人だとかっていう表面的なもので判断する人が大半なんですけど、そうじゃなくて話の中身だけで、まあ、価値を感じてくれるような少数派の人もやっぱり、ね、いるわけですよ。そういう人たちがやっぱり僕のところに来るわけですね。まあ、この音声を聞いてるあなたもおそらくそうだと思います。他にもいっぱいね有名な人がすごい人がいっぱいいる中で、あえてこういう音声を聞くっていうのはやっぱりそういうところにね価値を感じてくれてるから、まあ、かなり変わり者なわけですね、普通の人からすると、うん、普通の人とは違うわけです。だからこそその普通の人と違うっていうところを前面にですね押し出していってほしいんですね。やっぱり多様化の時代なんで、いろんな人がいていいんですよ。絶対にこうじゃないとダメだっていうものは基本的にはないわけですね。だからその例えばさっきの YouTube でも必ずねこういう服装をして、こういう例えば背景で撮影してとかね、こういうテロップを入れてこういうサムネイルしてって、成功法則って一つじゃないと思うんですね。そうしないからこそうまくいった人もいるわけですよ。成功者の話とかを聞くと、ね、普通の人がやらないことをやったから成功しましたっていう人もいるわけじゃないですか。だからそのいわゆる成功パターンとか成功法則とかそれにのっとっていくのもいいけども、それをあえてしないからうまくいった人もいるってことです。で、我々とかですね、そういう変わり者とか少数派の人間っていうのはそっち側なんですね。他の人と同じことやってると逆にうまくいかない。それは自分の個性を殺すことになるわけだから、そのね、自分の個性を生かすんだったら大衆がやらないことを自分がやるっていうのが、まあ、うまくいくパターンだと思うわけです。なんで、まあ、積極的にですね、この違いっていうのを出していってほしいんですね。やっぱ人と違うことを言うと叩かれたりとか批判されたりするから怖いっていうのはあると思うんですけど、違うことを言うからこそ、ね、他人の目を引きつけたりとかっていうのはあるわけですね。相手の意識に止まりやすい。例えば僕の名前、このアポロっていう名前もそうですけど、大半の人は実名でね、まあ名字と名前でこうビジネス活動していると思うんですけど、覚えられなくないですか？よっぽど印象残れば誰々さんって名前覚えれると思うんですけど、多分印象に残らないから、あの人名前何だったっけってなると思うんですよ。でも僕の場合だとアポロっていう名前だからすぐに覚えれると思うんですね。パッと見てなんでこの人アポロっていうんだろうとか、まあよく聞かれるんですけどね。でも印象に残るし覚えやすいから名前が残るんですね。そうすると覚えてもらえるとかって、他の人と違うわけじゃないですか。他の人は普通の日本語の本名でやってるけども、僕はそれをやってないから逆にそれが目立ったりとかするわけですね。選ばれる理由になるわけです。だからそういうところもちょいちょいこうね違いを出していかないと、やっぱりすごいたくさんの人がね、情報発信をしていてビジネスをやっているわけだから、ね、同じようなことをやっていても選ばれない、見分けがつかないわけですよ、お客さんからすると。だから違いを出していかないといけないっていうことなんですよね。だ、いかにこの違いをもたらすのかっていうのは今後重要になってきて、例えばそのビジネス系のね情報発信をしている人も大抵みんな同じようなことを言ってると思うんですね。どうやったら稼げるのかみたいな、僕すごく不思議に思うんですけど、なんでねそのお金の話ばっかするんだろうとか、もうちょっとこう人生を豊かにする考え方とか心を豊かにするねマインドセットとか、そういうことも語ればいいのに、みんなお金だお金だって、ね、その月収100万稼ぐにはみたいな話ばっかりしかしないんじゃないですか。そうすると結局自分も埋もれちゃうわけですよね。その月収100万稼ぐにはみたいな人たちの中に埋もれてしまうわけですよ。でもそういう中で例えば自分が人生を豊かにする考え方とかそういうものをシェアしてると、あ、この人はお金だけじゃなくて心も豊かにしてくれるようなことを教えてくれる人だというふうになるわけだし、僕はどちらかというとですね、そういうなんかお金持ちっていうところをのでトップに立とうとかっていうふうには思ってないわけですよね。っていうのは、まあ、お金持ちって世の中にいっぱいいるわけじゃないですか。で、自分より上の人っていうのはいくらでもいるわけなんで、例えば自分が年収1億になりましたってなってももっとすごい人はいっぱいいるわけですよ。だからお金いくら稼いだってところで勝負しても、まあなんかこう自分である必要性がないわけですね。他にもそういう人たちはいっぱいいるわけだから。だから僕はそういうところを目指してなくて、どういうのを目指してるかっていうと、まあ、音声でも話したことあると思うんですけど、2024年には日本人以外のマーケットに、チャレンジするということですね。いわゆるその外国人の人たちに自分がコンテンツを売っていくってことをするってことですね。完全に英語で全部コンテンツを作って、自分で英語を喋ったり英語をね
タイピングというかその文章を書いたりとかしてやっていく。それは2024年からって言ってるんですけど、こういうことやってる人ってまあいないと思うんですよ他に。特にこのインターネットの情報ビジネスとかね、そういう業界ではほぼゼロと言ってもいいと思うんですね。僕が知る限りは一人もいないと思います。みんな日本人相手で日本のね国内でビジネスをやっていてっていう人が大半。海外に住んでいても完全に日本人特化で外国人マーケットにチャレンジするっていう人は皆無だと思うんですけど、やっぱりそういうところに自分があえてチャレンジするからこそなんかねこうオンリーワンだと思うし、それがすごく自分にとってはワクワクするんですね。そういう存在になりたいと思ってるから。でそれに対してやっぱりね、普段から僕の音声を聞いてくれてる人とか YouTube 見てくれてる人っていうのはまあ何かね共鳴するものがあるからこそ、そういうところにね、僕の音声とか動画をね見たり聞いたりしてくれてるわけなんで、おそらくあなたにもそういう普通の人とは違う要素っていうのを持ってると思うんですね。だからそういうものを前面に押し出していって、それが差別化になるわけですよ。その商品が優れてるかどうかとかっていうことじゃなくて、自分そのものが他人と違うかどうかっていうところがやっぱり一番大きい。結局のところ最後は〇〇さんだからっていうところが一番強いわけですよね。この〇〇さんだからっていうのは絶対に真似することはできないんですね。替えが効かないわけですよ。だからこそここでいかに勝負するのかっていうのがすごく重要になってきます。仮にどんなに、ね、100億円稼いでる人だってもあなたと全く同じことはできないし、あなたになることはできないわけだから、これがまあ自分の強みでもあるわけですよね。でこれからはそういうところで勝負していかないといけない。多様化の時代だからいろんな人がいるわけですよね。一つしか成功法則がなかったらそれがね自分に合わない人にとったらもう救いの道がないわけですけど、僕たちみたいなちょっとね普通の人とは違うようなことを言ってる人がいたら、そういう人たちを救ってあげることはできるわけですよ。だからそのね違いをいかに押し出していくのかっていうのはすごく、重要になってくるかなと思います。